タカチャンネルの動画ショー。皆さんこんにちは、タカチャンネルです。今回はウルトラマンタイガについて語りたいと思います。はい、先週放送が終わりましたウルトラマンニュージェネレーションクロニクルの中でウルトラマンタイガ直前スペシャルが放送されましたね。はい、皆さんはご覧になりましたか？なりましたね。はい、ウルトラマンタイガ自身はね、ウルトラマン太郎の息子なんですよね。まあこれがマルチタイプって感じですよね。はい、そしてあと2人のウルトラマンが登場します。ウルトラマンタイタスですね。彼はウルトラマンジョーニアスと同じ U40 出身のウルトラマンですよね。アニメバージョンのザ・ウルトラマンに登場しました、ジョーニアス。はい、つぶらやプロの YouTube 公式配信で今ザ・ウルトラマン配信されてますよね。そして、ウルトラマンフーマも登場します。はい、ウルトラマンフーマ、彼はウルトラマンオーブと同じ O50 出身のウルトラマンですよね。彼は動きがね素早い感じなんですけど、見た目はね何かウルトラマン初代のウルトラマンの顔に近い感じなんですけど、ウルトラマンコスモスのルナモードに似てるなと思いましたね。はい、というわけでウルトラマンタイガすごく楽しみですね。はい、話はそれるんですが、プレミアムバンダイから仮面ライダーアマゾンズのアマゾンズドライバーが CSM で登場します。はい、これは4月16日から予約解禁になります。こちらはね、僕 CSM のアマゾンズドライバー欲しいなと思ってます。デラックスアマゾンズドライバーはね、開封レビューした動画があるんで概要欄にリンク載せとくんで、ぜひ見てください。ウルトラマンタイガーはね、ほんと面白そうで、はい、今までのウルトラマンをちゃんと継承してるってのがいいですよね。はい、ちゃんとファミリーの中に入ってるっていうのがね、すごくね素晴らしいなと思いましたね。ウルトラファミリーの中に入ってるんですよね、ちゃんとね。はい、先ほど話したね、ウルトラマンタイガ直前スペシャルで、はい、あのニュージェネレーションのねオリキャスが全員揃えましたけど、あれは本当大変だったと思いますよ。本当にすごいですよ、すごいことですよね。はい、というわけでウルトラマンタイガ楽しみなんでね、僕はまあ頑張ってちょっとこの動画を編集して、あのウルトラマンタイガに間に合うように、タイガの放送に間に合うようにアップしたいと思いますんでね、ぜひ応援よろしくお願いします。というわけでまたお会いしましょう。グッバイ。こんにちは、チャカチャンネルです。こんにちは、チャンネル登録してね。こんにちは、タカチャンネルです。こんにちは、コメントも待っています。